やっていくか続き。ロックマン X3 のパスワード画面からやるの初めてだよね。で、パスワードを入力していくか。いや、今回で8ボス、あ、間違えた。これあれか、 B ボタンダメなんだ。間違えたってわけでもないけど、あー、 X2 だったらあれだ、 B ボタンでさ、大きい数字の方に逆順にできたけど、 X3 だとそれないっぽいわ。間違えて通り過ぎてしまった。ちょっとめんどくさいねこれは。まあ、8、7、6とかの大きい数字を入れるのであれば、まあ、その回数分だけ、8なら7回押さなきゃいけないのか、ちょっとめんどくさいよね。まあ、X、なぜその仕様にしたのかわかんない。X2 では戻れたのに。で、これで OK なはず。で、0がドヤ顔してたな。で、下半分倒して、まあ、今回上半分やっていくってことなんだけど、まあ、ババステージ行きたいな。ババステージ行くっていうのと、あと、マンダレーラだっけ？ナイトメアポリスみたいな名前だったと思うんだけど、それの、まだ倒してない方、倒して、ババも倒すみたいな感じでやりたいところ。フローズンバッファリオ。倒しすぎたら出てこなくなっちゃうからな。倒しすぎたりとか、ステージクリアしてたら。で、ここなんか今街灯が光ってるんだけど、この街灯も、なんか光らせる条件みたいのがあったはず。ナマズロスステージかどっかのステージをクリアしてると光るみたいな。そういう仕様じゃなかったかな。で、ここが、ここ行けたっけな。まあ、ライドアーマー使って行くか、あーでもこれあんまり使いたくねえな。マンダレーラ出てくるかもしんないからさ、マンダレーラの弱点が、このトルネードファングなんだよな。で、あー、いけるかな。ちょっと待って、怖い。やっちまったか。怖いな。いや、ダメだ。オッケー。どうにか。どうにか取った。いや、危なかった。普通に死ぬとこだった。この床滑るからな、氷の床。この斜めになってる部分。今みたいな感じで滑るから、かなり気をつけていかなきゃいけなかったから、危ないわ。絶対くたばると思った。意外とどうにかなったけど。で、X3 では、X2 と違って、貯めることができないんだよな。サブタンクを貯めるポイントあったじゃん、X2 では。ライフエネルギーの台がいっぱい落ちてきた場所。で、それがないから、X3 では、まあ、こうやって、こことか、あと、なんだっけな、あの、シャイニングタイガードのステージ。シャイニングタイガードのステージでこういう雑魚狩りしてサブタンク食べましょうみたいな、そういう感じなんだよね。まあ、比較的落としやすいからな、こいつら。さあ、中間。ここで、マンダレーラが出てきてくれたら万々歳。あー、ダメか、出てこないか。いや、あいつ、倒しておいた方がエンディングが微妙に変わったりとか、まあ、エンディングっていうか、シグマステージの内容が変わったりだとか、あと、なんだっけ、ハイパーチップみたいなやつあるじゃん。あれを入手できるから、あー、やり直した方がいいかな。いや、出てこなかったら困るんだよな。で、ババステージがここ。もう弱点武器は手に入れてるから何も考えずに進んで大丈夫。 BGM すげえいかついな。で、このリフトが、あのナマズのステージをクリアしてたら動くようになるらしい。やっちゃった。ちょっと欲に目がくらんで降りたけど意外と大丈夫だった。あー、これ即死か。お前いんのか。想定外のところにいやがった。いや、まあ想定できるっちゃできるかもしんないけど。で、ババ。いや、マンダレーラー大丈夫かな。これ、こいつ倒したとしても、こいつ倒してフローズバーハリを倒して、残りの3ボス
まあ残り3ボスだったら出るかな、どっかしらで。くくくくくく、マムと罠に引っかかってな。お前はババ生きていたのか。この空中には至るところに爆弾を仕掛けておいた。しばらくするとお前が止まってみて大爆発だ。爆発まで少しの間俺様が最後の相手をしてやるぞ。死ねえ、ロック X。 ロックマンティー揃った。危ないな。でも壁ちゃんとどつく手前でなんか寸止めするときあるよこいつ。あ、これ落とすタイプだ。あ、これも落とすタイプだ。フットパーツ取ってないからな、ちょっと逃げるときめんどくさい。あ、これ今みたいな寸止め寸止めややこしいよな。あ、これも寸止めだ。ギリギリそのこいつのリーチをさ届かせるときと届かせないときの差な。第一形態は別にあれなのかな、問題なかったはず。これで倒しても痛い、思いのほか痛い。でこいつ生身の状態にして、生身の状態の、あ、いいのか、レースプラッシャーがじゃなくて、もうこっち来んな。いや、避けにくい弾だよね。この炎も避けにくいんだよな。フットパーツなしでこいつに挑んだのはちょっと早計だったかもしんない。フットパーツ使わないと、あいつの炎を避けるのが2段階ぐらい難易度上がるから注意だよね。まあ、HP の回復をここで取っておきたい。サブタンクは幸いもう少しで溜まりそうだから、回収 OKOKOK。 1個フルになってれば多分サブタンク使えばうまくやどうにかできると思うから、まあ、一応回復させておいて、てかこれすっぴんの状態でも回復するもんな。でもう一回第一形態からやんなきゃいけないのがめんどくさい。こっからやり直しできるようにしてほしいよな。なんかババだからってなんかひいきにしてる感じするよね、 X 側のスタッフ。まあ注意深く戦えば死ぬことはないと思うんだけど。おい、基本的に流れ作業だからな、なんか ライン工と同じだよね。やっちゃった。これためでさ、どんぐらい2メモリか。いや、ちょっと危な。ためすんのしんどいな。とまあこんな感じでやれば比較的簡単に倒せるから。でもう一回レースプレッシャー。これほんと避けれないんだよな、フットパーツなしだったら。いて、本体の火だめがやっぱえぐい。うわー、こっちに来んのかよ。しかも待って、もう使おう、ババア相手に使うのはちょっと尺なんだけど、あの時間の尺の都合上、時間の方の尺があんまり都合よく働いてくんないから、なんかこれこいつのレースプラッシャーと、あとあのスピニングブレードだけはこれでもかわせるのか。スピニングブレードでもかわせるから、かわせるじゃない、倒せるから、まあどっちでもいいんだけどな。これで勝てて思うな。俺は貴様を倒すために何度でも蘇って、フットパーツがあれば多分サブタンク使わなくても倒せたと思うんだけどな。まあしゃあないわ、もう俺の腕がもう年のせいで指が言うこと聞かなくなってくるからな。でこいつぶっ倒して、ババを弱点武器で倒すことによって、そのシグマステージの、ここあれか、ちょっと回復取って、
回復取って、あ、生首も欲しいな。だからついでに回復も欲しいな。いや意外と時間に余裕があったはずだから。ああ邪魔くせえなお前。ちょ、想像以上に邪魔くさかった。こいつ、おお、オッケーオッケーオッケー。意外と優秀な武器。時間大丈夫だよな。落下するじゃなくて間に合わないかもしれない。大丈夫かな。もう敵は出て敵は出てこなかったと思うんだけど。うわ、ちょこれでも下になんか足場みたいなのあったような気するんだよな。もう着くでしょ。オッケー。あー危なかった。いやサブタンク貯めといて正解だったな。あれサブタンク使ってなかったら多分くたばってたから。ロックマンがくたばればくたばるほど俺が編集をうまくやんなきゃいけなくなるからめんどくせえんだよな。まあそれの回避のためでもあるよねサブタンクは。で、はよここのステージのサブタンクとフットパーツを取りたい。でフットパーツ手に入れたらそのこれサブタンク取れるんだよ。でフットパーツがこのステージのボスの手前の方に、なんか上の方に小部屋があるんだけど、そこの小部屋に行くとフットパーツを取ることができる。なんか謎の乗り物に乗ってるよねあの時。 OK 一発で成功。ボブスレーみたいな敵だったよな。ボブスレーみたいな乗り物に乗ってたわ。 X このカプセルに入るのじゃ。ここでは空中での機動力をパワーアップさせることができるフットパーツを授けよう。空中で上と左右の3方向にエアダッシュすることができるようになるぞ。いやありがてえありがてえ。早速いただいて、この上方向にダッシュできるってだいぶ強いよね。横と上、これ勝手にやってんだよね今の2つの動作で。こっから今も俺が操作してんだけど、これできんのほんとなんか強いと思うわちょっと顔がなんか上目線のロックマンがアヘ顔っぽいよね。なんとなくアホ面っぽく見えるわ。で下行って、ここなんか雪降ってるマシンがあったと思うんだけど、これぶっ壊すことによって、あー待てこれぶっ壊すことによって晴れるんだよな。で下から上に向かってジャンプダッシュができることによって今みたいなゲートもできる。でこっち側からじゃ絶対取れないから、あーとどうこうどうやって取ったっけな。ここら辺からでもできたっけ。この辺から上に向かって、あ、これでも取れるか。こういう感じの取り方で E タンクじゃねえE 感とサブタンクが混ざったこういう感じでサブタンクも回収してやって、まあ、あとはボス戦フローズンバッファリオ、なバッファローがモチーフになってるボスだよな。こいつの弱点がエクスプローズホーレックの武器なんだけど、あいにくそれを持ち合わせていないから、もうそのままこのすっぴんの状態のロックマンで挑もう。残機大丈夫だよな、生首回収してるから多分いけるはず。これもスクリューマサイダーみたいな攻撃してくるんだけど、スクリューマサイダーみたいな攻撃と、あとこのつらら攻撃やっちゃった。いや意外とタフだからなこいつ。俺のもう指が追いつかねえよ。ほい。で方向転換とかもしてくるから厄介だよね。やっちゃった。いや指が痛えなやっぱり。昔はな右手がこんなに疲れることなかったんだけど、まあ、ある程度年取るとやっぱ腱鞘炎っぽくなるよね。で2戦目、まあ、なるべくノーダメージで倒すぐらいの気持ちで。フェイント入れて、でこれも敵が壊してくれるから落ち着いていればそんなに強くないんだよな。フットパーツも手に入れてるからさ、回避するのもそんなに難しくないし、
冷静さだよね、やっぱり冷静さを書いたらダメだ。でギリギリで避けた方がいいね。ギリギリで避けた方が、ああ超必殺技使ってる、これ凍るんだよな。いやもうそこで、そこでそれ使っちゃう、そこでそれ使われたら困るんだよな。ちょっと距離考えて行動してほしかったんだけど今のは。でここで方向転換、なんとなく動きが止まるだろうなっていう気はしてたから、あと一発か、あと一発ならやっちゃ、え今当たっただろう。 OK、 画面の右端の方で静かにくたばってんな。ババステージもやったこともあって今回のパートちょっと時間かかってるかもしんない。まあしゃあない、そういうこともある。なんで今左向いたんだよ右向いちってもよかったのに。謎の方向転換をぶちかまして新しい武器へ。フロストなんちゃらみたいな武器じゃなかったかな。You get、フロストシールド。あんまりシールド感ないけどな、普通に飛ばしてるじゃん。で新たなパスワードもゲット C の